そうですね、実際の講義で理論をしっかり、学んで戦術であったりで、それを、実技の授業でこう実際に体験してアウトプットするっていうところは一つの大きな魅力かなと思います。リセット、リセット、お札箱から行って、はい、リセット。的能力ですね、心的能力と戦術、感覚、認知的能力、戦術を理解して特に休養。やはりもうコーチングの魅力はやはりこうできない選手ができないことをコーチ指導者がやっぱり一言アドバイスすることによって、そのできなかったプレーなどがこうできるようになる。そこに選手が喜ぶで、その結果が勝ったり負けたりっていうところ、そのプロセスをこう間近にこう一緒になって見れる、はい、なので、コーチの一つの魅力はやはりこうできたできないっていうところのアドバイスをしっかりこうやってあげて、一緒になってこう成長していけるところじゃないかなと思います。競技成績もそうなんですけども、やはりこう人間教育といいますか、まあ、挨拶ができるであったり、時間をしっかり守るとか、やっぱその辺のこう人としての基本的なところの学びもしっかり教えてもらえるというところが特徴かなと思います。はい、やはり一つにはスポーツ栄養学という授業がある中で、やはりこう試合のどれぐらい前にどのようなものを食べた方がゲームで実際のパフォーマンスが上がるかとか、やはりそういう座学で学んだことをしっかりクラブ活動に生かすので、まあ、そこは大体の一つの強みかなと思います。はい、もうそれはもう間違いないですね。その自分の専門種目に入って努力をして、それでも、まあ、試合に出れなくても、それ以外の審判であったり守備であったりで、アナリストであったり、まあ、トレーナーであったりとかで、影で支える分野もあるので、必ずしもそうではないと思います。そうですね、中学高校でいう担任制みたいな形で、体育大学のクラブ指導をやられている指導者はほとんどが体育大学の教員の先生なので、クラブ指導もしつつ、実技や講義の場面でも、やはり学生と、つながっているので、それはやはりこう教員と学生の中の良さっていうのが体育大学の魅力の一つって言われてるんじゃないかなと思います。やはり大阪体育大学はもうスポーツにするには施設も充実してますし、で、学生と教員が本当にこう、まあ、フレンドリーで仲が良くて、本当に来てもらうと、あ、体大で4年間学んでよかったなと。で、卒業しても卒業生も簡単にこう帰ってこれるので、その、仲間意識がもう体大の魅力の一つだと思いますので、ぜひ大阪体育大学に来てください。